サーティス、仕事は終わった。俺たちをここから出してくれ。ああ、だが子供が現れたんだ。お願いだ、将軍の息子だと言っている。一緒に行きたいんだ。なぜパパと呼んだんだ。え、父さんだからだよ。他にどんな理由があるの。俺が父親だと誰から聞いた。どういうこと。誰からも聞いてない。ただわかるんだ。ああ、もちろんだ。俺はお前の父親だ。よかった。一瞬僕のことを忘れたのかと思った。さあ急いでここから逃げ出そう。わかったよ。一緒に来ればいい。本当、本当に本当だね。ああ本当だ。さあここから出よう。助けに来てくれて嬉しいよ。インスティチュートがこんなところだと。いいぞスタージェス、やってくれ。忘れ物はしないように。ここを出る準備は万端か。緊急避難指令が。もちろん、さっさとここを出よう。了解。まず君を爆発現場に送り込む。それから転送装置をセットして、ここにいる子に発射しキャッスルへ戻す。あとは彼に着替えを用意して面倒を見る。向こうに着いたらあのボタンを思いっきり強く押すこと。向こう側で会おう。住民全員に警告、緊急避難指令が発令されました。承認番号 1YR。 指定された避難場所へ移動してください。スタージェスによれば、ここは爆発範囲外にある安全地帯だ。未来に向けた人類最高の希望が儚く消えるのを見たければ、あのボタンを押せばいい。光栄に思いますし。キーカード、役に立つだろう。落ち着け、ノエル。こうなることは分かっていただろう。なんでそんな風になるのか分からない。落ち着くなんてできるか、カール。ベリリウム攪拌機を開発し始めた時は人類の利益になるって言ってただろう。それなのにずっと兵器に転用しようと企んでいたとはな、嘘つきめ。偉そうなこと言うなよ。最近新聞読んだか。戦争が起こってるんだ、ドクター。いいね。耳を疑うよ。いい。科学はいつから敵味方などにこだわるようになった。気に入ろうがいるまいが、テストが完了すれば攪拌機は箱に詰めてワシントンに送る。さあ、二つ選択肢がある。仕事に戻るか、それが嫌ならこの建物から出ていけ。終わらせましょう。押し寄せてくるのがわかる。熱、エネルギー、放射線、そして恐怖が、世界の終わり、再び。目を閉じると、あの懐かしい生活を思い出す。思い描いていた未来像は、一瞬で変貌することがある。心の準備ができていなくとも、それは誰にでも人生のどこかで起こること。ここは俺が望んだ未来ではなかった。だが間違いなく俺のいるただ一つの世界、連邦、我が故郷は引き裂かれてまた一つになった。きっと家族を探し出せる、そう思っていた。叶うならば時計の針を戻し、すべてを元通りに。だが分かってる。もう後戻りはできない。世界は変わり、
この先に待つのは険しい道。今度は覚悟ができている。俺には教訓があるから。人は過ちを繰り返す。すみません。なんだ、すごい音だったな。これで終わりだ。インスティチュートは撃破された。やっと終わったんだ。避難命令は確かに出したのか。混乱してて気がつかなかった。ああ、全員に脱出する機会を与えた。よし、そうなんだな。単にあれは爆発を見ていて。とにかくできるだけ多くの人たちが脱出できてるといいな。そうせざるを得なかったのは嫌な気分だが、奴らのせいで他に選択の余地がなかった。これは戦争なんだ。だがインスティチュートに対する戦争は終わった。連邦がついに一つになって未来に向かっていいものを作っていく道がやっと開けたな。だがこれからずっと日の光や虹みたいな素晴らしいことばかりってわけじゃない。インスティチュートが連邦唯一の問題じゃなかった。まだ多くの課題がある。全くその通りだ将軍。これまで相手にしてきた中でインスティチュートは最も油断ならない脅威だった。奴らは連邦を何世紀も分断し続けたんだ。だがまだ多くの片付けるべき問題が残ってる。ミニッツメンはまだ当分お払い箱にはならないだろう。そう望んでいるだけだが。勝利を味わえるだけのことはした。だがすぐに仕事に戻る時間がやってくる。引っ張ってくれればついていく。インスティチュートに目にもの見せてやりましたね。そういう話だ。時々誰かに見られている気がする。嫌な気分。いや、ショーン。パパ、すごく心配だった。もう会えないかと思ってた。本当？インスティチュートを壊滅させたの？なぜそんなことしたの？彼らは危険だ、ショーン。連邦のみんなにとって。うん、スタージェスもそう言っていた。僕のことを置いていかない限り問題ないよ。僕のことを置いていかないよね。心配ない。お前のためにもここに残る。いいよ、忘れないうちに。これを渡せってファーザーに言われた。僕は聞いてないから何を言ってるかは知らないけれど、重要なことだと思う。もしこれを聞いているなら、くだらない喧嘩はもう終わりにしよう。今から言う頼みを聞いてくれるとは思わない。だがとにかく頼んでみるしかないだろう。あの人造人間、インスティチュートほど綺麗じゃない。あの男の子のことだが、あの子はもっと幸せになるべきだ。君の息子だと信じるようにプログラムし直した。一緒に連れて行ってほしい。ただチャンスをあげてほしい。連邦を待つ未来がどんなものにしろ、その未来を一緒に迎えるチャンスを。